どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということで、今日もやっていくんですけどね。今日はね、ちょっとね、もうほんまにね、独立リーグ行った方が、プロ行けるんちゃうんかっていうね、話をね、ちょっとね、していくんですけど、今ね、大学に行くのがね、高校卒業して大学行くのがね、結構定番になってきてるんですけど、ほんまにね、プロ一本でね、行きたいっていう人いるじゃないですか。高校ドラフト注目選手で、ほんでね、大学行って、4年過ごして、もう一回ね、ドラフトをプロ志望出して、で、無理やったらね、社会人っていうね、パターン。それをね、が結構定番になってきてるんですけど、ほんまにプロ行きたいやつは、マジで言うのは、独立行った方がいいですね。ほんまにプロ一本で、もう俺はプロになりたいんやっていう人は、100% 独立に行った方がいいです。だからそのね、プロに行くやつの、独立リーグのね、メリット、デメリットを話すと、独立リーグって、そもそも、プロ1年目から行けるんですよ。だから、ドラフト候補になります。んで、1年、独立リーグ行きます。ほんで、次のね、年のドラフトとかでも、全然書かれるんですよ。だからこれがね、何が違うのかっていうね、話をすると、大学の場合はね、こっからね、4年選ばれないんですよ。どう頑張っても。1年生でほんまに、神宮でホームラン5本打っても、プロに選ばれるかどうかわかんないんですけど、独立でね、もういきなり首位打者とかなったら、賞金も選ばれる確率はものすごい上がるんですよ。だからこれ何が言いたいかっていうと、プロは、大学はプロ行くのに、一回しかチャンスないんですよ。4年で一回しかチャンスないんですけど、独立リーグは4回チャンスがあるんですよね。ドラフトにかかる。だから今回ね、徳島インディゴが5人行ったり、独立リーグからのプロ野球選手めちゃくちゃ増えたじゃないですか。だから何が言いたいかっていうと、ほんまにね、プロ一本で、行きたい選手は絶対ね、独立の方がいいんですよ。もうこれは、でもその代わりね、保険はないんですよ。デメリットで言うと。保険とは何やねんって言うと、もし独立でプロ行けなかった場合、そこからの進路は終わってしまう。でもね、そんなん別にもうほぼ一攫千金みたいなもんじゃないですか、プロ狙うなんて。だからね、そういう意味では僕やったら、ほんまにプロ行きたいんやったら独立行った方がいいなってね、今この年になってね、改めて思います。やっぱ大学行くと、それなりにね、やっぱりその、保険的なね、社会人とか行けるとかね、こう、いろんなね、メリットあるんですけど、これね、社会人に行っても、ほんまに野球の、実力だけなんで、よくね、自分の知り合いとか、やっぱその、なんて言うんですかね、知り合いとか、その知り合いの知り合いとかでよくね、話を聞くんですけど、そういうね、いい社会人に行っても、結局ね、老後、60とかまでできないんですよ、その仕事を。野球が終わるじゃないですか。ほんなら野球が終わって、ね、朝ちょっと仕事して、昼から部活で、社会人野球をね、ずっとね、やってた人とかでも、やっぱりね、その野球をね、引退してしまったら、次ね、仕事ってなるじゃないですか。まあ、仕事だけってなった時に、戦力にならないんですよ。ほんなら戦力にならないから、どうなるかっていうと、その周りもね、前まで野球しとったから別に良かったんですけど、野球もしてない、ただただ仕事できないやつっていうので、今はもうリストラ社会ってことで、どんどん切られていくんですよね。だからそうなっていくと、やっぱりこう、なんて言うんですかね、独立リーグの方がね、で、プロ一本で行った方が、やっぱりその社会人で結局長いプランもずっと一生安泰せんへんやったら、独立リーグ行った方がね、僕はいいのかなって思います。だから独立やったら、正直な話、山田健太選手がじゃあ独立行っとったって考えたら、まあ 100% プロには行ってると思います。やっぱそのつながりもね、強いんで。ほんでね、プロと同じ空気を吸えるんですよ、独立って。もうやらないと終わってしまう。給料こそ低いんですけど、やっぱ独立はね、危機感がね、あるんで、みんなプロ行かないとダメ。で、パイプがもうめちゃくちゃ強い。もう毎年毎年ね、プロに行ってるんで、ほんで、プロ野球選手がね、一旦落ちてきたり、元プロ野球選手がおったりで、そのプロの、指導とか、やっぱそういうのを、やっぱり、一番ね、身近で聞ける。だから一番ほんまノンプロなんですよ。もうほんまにほぼプロ野球選手なんで。給料こそ低いんですけど、本気度もね、全然ちゃうんで。だからほんまにプロ行きたい。だからもう東女くんとかね、僕はね、独立行った方がね、真鍋くんとかもほんまやったら独立行った方がね、プロに行けるんちゃうんかなっていう、こ
ことで、皆さんの意見はぜひコメント欄に。それではお疲れ。